藤谷次郎ですえ今日はですね以前も一度取り上げたことがあるんですが1980年代の前半主にですよもっと長く活動されてますが主に1980年代の前半を、えー、テレビドラマの主役もやり曲も出しというところで駆け抜けられた男性アイドルをご紹介したいいと思います今までも一度紹介してますが私はこの方をまあ、えー、変な言い方です親しくも何ともないんですが一種兄貴のように かっこいいなみたいに思ってたところがあります、えー、誰かというと竹本隆之さんテレテジンジンというテレテジンジンですね、えー、これ彼のデビュー曲です、えー、1981年で時はあの マッチさん、近藤正彦さんだったり、あるいは沖田博之さんっていうあたりが新人賞を駆け抜けてた時ですけども、竹本隆之さんもこの曲でデビューされます。1981年の7月にデビューされて、志賀三浦よし子さんで、 えー、曲と編曲が魔界野光二さん。私は魔界野さんだとどうしても秀樹さんとの関わりを感じてしまうんですが、まあ、あの、竹本さんのテれてジンジンも作ってらっしゃったと。えー、竹本隆之さんは、まあ、今でも時々テレビ出てらっしゃると、何がびっくりって今でもとか今の方がむしろかっこいいくらい、非常に美形なダンディーな、あーまあ、今50代ですかね、50代半ばくらいなのかな。 えー、非常にダンディでかっこいい50代半ばの男性になってらっしゃいますが、このテレテジンジンはですね、えー、まあ,あのバイクで、えー、好きな女の子を誘って、えー、海まで飛ばす、えー、そういう青春の爽やかな青春男性アイドルの姿をが描かれた曲です、えー。何がテレテジンジンかというと後ろで彼女がこうバイクなんでこう くくっついてくる感じここにどうしようもなく照れちゃうっていうことを表しているこのともう何を言っていいかわからないくらい照れてでもなんかバイクで「大丈夫かそんなに興奮してバイクを運転して」と今のおじさんになったと私は思うんですけどこれは青春のあり方として面白いなと爽やかだな,なという感じ。 でこの曲の優れたところは最後のサビから最後の方に流していく感じっていうのがすごくメロディアスでさすがさんだなと思います。で竹本さんもまあ正直歌唱力がとは思いませんがこの実点では思わないですけどまあ,あ一つの男性アイドル爽やかな実に爽やかな夏の海に彼女を連れ出すっていうところの姿が描かれてると思います。 今でも夏になるとちょっと聴いてみたいなと思う曲です。竹本さんも私は先ほど申し上げたように非常に80年代前半で大好きだったかっこいいなと思ってた人なんでまた時々お話に出てくるかと思います。今日は竹本孝行さんのデビュー曲「照れてじんじん」思い出してみました。それでは失礼します。